はい、モインちゃんこともいいんです、今回はね、動力部を組んでみました。側をまあ大体こう設置してみたんですけど、ね、今までの動画の、まあ、中にもモーターの位置とかいうのは、まあ見ての通りなので、今回はテスト風景をご覧いただいて終わりにしたいと思います。いろいろとギミックも考えてはいるんですけど、スケールが小さいので狭いというかね、中の船体が全体的に狭いので、どれだけ搭載できるかっていうのは私にもちょっと分かりません。とりあえずは動力の部分のテスト風景をご覧いただいて終わりにしたいと思います。モリンちゃんこと、モリンでした。それじゃあ次回また。